あとそう、このスマホだと最大15分までしか撮れないんで、車窓とかね、全然撮れないんでね。そのあたりはもう割り切ってやるしかないです。もうどうしよう、今回相当容量でかくなっちゃうんで。もう一個大事なこと言い忘れてました。大事なこと言い忘れてましたけど、今回ね、もう一つ制限があって、このね、直前にいろいろとちょっと緊急の旅企画、まあ、京都丹後鉄道のあたり、行ったり来たりとか、人とかにあいで、なんやかんや、すげえ、散財をしてしまったんですよね。その兼ね合いで、実は今回全然金欠で、現金の持ち合わせがね、1万円しか用意できなかったんですよ。今回の旅でギリギリ1万円とも言えますけど、これ生活費も含めての1万円なんでね、相当現金節約していかないといけない、ということでね、現金1万円縛りっていうのも入りますと。ひとまず名古屋まで一気に出ちゃいたいと思います。さあ、名駅までやってきましたけどね、とりあえずここから東海道線で、もうとにかく前原までね、どんどん向かっていきたいと思いますよ。まあ腹もそんな減ってないんで、もうとりあえず行っちゃおうかな。飲み物だけ確保しないとまずいですけどね。ただそう、飲み物とかも今回途中で、チラッと言ってますけど、あれね、現金がとにかく使える量が制限されちゃってるんで、まあ何せ使いすぎましたからね、京都丹後鉄道でね、行ったり来たりもしてましたわけですから、ですので、もうとにかく本当に1万円しかないんで、財布の中身がね、でこれ以上脅しようがないんですよね、もう口座の残高に残ってないんで、ですので、そのあたりもね、1万円縛りがあるんで、キャッシュレスの方はね、要は持ってるんで、でまあ、結構、いくかとかもチャージはしてあるんで、そのあたりを駆使してね、なんとか、とにかく飲み物はね、言うて確保しとかないとまずい、暑すぎる。有名なね、とりあえず、向こう側か、東海道本線でね、東海道新幹線行きではね、岡山なんてすぐなんですけどね、今回使いませんからね。さあ、旧型もいれば新型もいますね。とりあえず大垣まで出るか。よし、これ持ってこう。車とか買っとこう。
そう。大垣着きましたけどね、前原行きの普通列車の接続やけど、ちょっと時間があるのかな。まあまあしばらく時間があるみたいなんで、一番乗り場やから誰かがいいか。どうしようかな、昼飯食ってこうかなともね考えてたんですけど、今もうちょうど12時のねお昼のドピークなんでね、アクアウォークとかも多分めちゃくちゃ混んでるんで、まあ前原までは頑張って出ちゃおうかなと。よし、これか。42分の前原行きやから、まだ20分ぐらいあるのか。早さげてきたらどうしないんだけどな、よし、でも便利なんですけどね、おがきはね。いかんせん今日はこのまま岡山、場合によっちゃ広島あたりまで入らないといけないわけですからね、遠すぎる。あまりゆっくりと見てる時間があまりにもなさすぎる。あとあれですね、うちさっき岐阜行きの大垣行きの普通見送ってこっちに乗ってましたけど、考えてみたら別に岐阜から先確定なんで、あっちでも先着変わらなかったんですよね。ん何のパック。あ、そうや、美濃赤坂行きは何分、12時52分か。だと微妙だな。すぐ来るんだったらワンちゃん行くっていう手もあったんですよね。まあフリー切符ね、青春18切符ならこっちにも乗れますし。で、実は美濃赤坂駅を行くと、JR 東海の末端駅、ターミナル駅は、一応全制覇できたことになるんですよね。もう全部回ってるんですよ。あれ、そら。一応今回ね、その JR のターミナル駅行くのにあたって、行くとかね、解説をしておかないとね、行けないところがありますんでね、言っておきますと、今回そのターミナル駅の手順ね、まあ普段通りいわゆる大阪駅とかね、ああいったような感じの、でっかい駅ね、名古屋駅みたいなね、いうような感じの、ところではなくて、あくまでも端っこの駅ね、こんな感じの、まあここはイレギュラーですけど、大垣もイレギュラーですけど、まあ大垣駅はだいぶイレギュラーですけど、こういう感じのね、もうまたいなとってもここまでですよっていうところ、で路線図でね、もうそうやってなってるところですね。ここだったらこの先一応ね、先がつながってる感じなんですけど、美濃赤坂駅の方は完全にもうそこで尻切れトンボに、ね、なってますから、そういったところを今回の対象駅にしてますということですね。でそうすると、あとは他車線のところですよね。で例えば亀山駅みたいな感じで、先がね JR 東海になってるところは路線図で見ると JR 西日本の、ね、路線図で見たらそこで、ね、終わりみたいに見えますけど、さすがに JR 線同士はね、一緒でいいだろうということで、ですから、亀山とか、あとどこだ、下関と、どこでつながってんだっけ、あと富山とか、
あの辺りは除外しますというルールでさせていただきますということで、その辺りはちょっとご了承くださいと。さすがにそこを含め出すとキリがないというところです。まあ、それでなくても結局山口行かないといけないんでね、あれなんですけど、まあ、そうするとね、だいぶ駅数がね、絞られるんで、JR は言うてそんな、シリケートンボになったようにね、完全な末端駅って、そうそうないですからね。うん。この大垣駅みたいなね、こういった例とか上げ出すと、ちょっとキリがない、兵庫駅とかね、そういったところも含まれてくるんで、まあ、どうせ兵庫駅はかなかなかな。まあ、その点もね、ちょっと、見ながらですけど、ちょうど同時なんですね。奥の跨線橋かね、もはやもう9割方そっちの方を使いますけど、じゃあこの手前の跨線橋も結構古めかしくて味があっていいですよね。これって国道そこしか繋がってないのか、そういや、うん、ね、ですけどこれも地味に古そうですけどね。とりあえずね、そんな感じで先を進めていきますよという予定です。これも動画の中でも言ってましたっけ、ここのね、もう駅から直結でね、アクアウォークってつながってますんで、アピタリに行ってね、でもう2階のところストーンと行ったらね、フードコートもあるんですけどね、もうやっぱ今の時間混んでそうですからね、避けましょう。3密避けるうんぬんの前に私、混んでる飲食店嫌いなんですよね。そう、混んでるとこで食べるのね、苦手なんで、まあちょっと時間ずらしていつも食べてるんでね、別にコロナの前からね。よし。まだちょっと先をしときましょう。まあ向こうに行ったらね、向こうで、またちょっと美味しいもの食べたいなって言いたいところですけど、いかんせんお金の制限がありますからね。